経済評論家の渡辺哲也でございます。つい先日ですね、民進党の小西洋之議員が共謀罪が成立したら本気で国外亡命を考えなくてはならなくなると覚悟しているという発言をなさったわけですね。この共謀罪というものなんですけれども、いわゆるこの共謀罪がないとパレルモ条約という国際犯罪に関する、組織犯罪に関する、条約に入れない。で、このパレルモ条約に加盟していない国、つまり共謀罪がない国というのは、国と地域ですね、厳密に言うと、なんと11しかございません。世界187の国と地域で共謀罪に該当する法律があるということなんです。そして残されている国、というのはですね、イラン、ブータン、パラオ、ソロモン諸島、ツバル、フィジー、パプアニューギニア、ソマリア、コンゴ共和国、南スーダンの11しかございませんで、この中からですね、例えば大英連邦、米連邦諸国というものを除くと、イラン、ブータン、ソマリア、コンゴ共和国、南スーダン、という形になってくるわけですね。で、この5カ国の中でいわゆる軍事的集団的自衛権のない国ということを考えますと、イラン、ソマリア、コンゴ共和国、南スーダンといういわゆるもう完全に統治機構が崩壊した国というしかないということなんですね。そういうことでですね、この4カ国を私ツイッターで今アンケート機能というのがついておりまして、ツイッターアンケートを取ってみました。どこが望ましいのか。そうしてましたところですね、3万近い投票をいただきまして、出た答えというのがですね、皆さんが考える一番望ましい地域というのが南スーダンということになったわけです。亡命先を考えなくちゃいけないということですが、相手国が亡命を認めてくれるかというのはまた別の話ではございますけれども、この4カ国の以外の国では全て共謀罪があるので、彼が望む場所というのはその4カ国しかないと、それも全てが統治が崩壊しているような地域しかないということなんですよね。で、この共謀罪にあたっては国連の方から来ましたというような人がたくさん出てきておりまして、国連のなんとか特別報告者とかいう人が出てきました。この国連の特別報告者というのはどういう人かといえばですね、国連から個人の資格で調査をする権限が与えられているだけの人なんですね。いわゆる国連の総意ではなく、あくまでも個人の資格、そして、調査をする資格を与えられているだけであって、この調査をする資格を、内政干渉に利用しようとしている人たちがいるというのが大きな問題なわけです。一部新聞などはこれが国連の総意である、国連がこんなふうに言っているっていうような、論調で書いていますけれども、これはあくまでも一人の意見でしかありません。このような手口がですね、これまでもたくさん使われてまいりました。慰安婦問題などもそうなんですけれども、基本的に国連の中で国連の正式な機関、いわゆるある程度の強制力を持つ機関というのは理事会のみです。ですから国連なんとかなんとか理事会とついていないものはあくまでも国連の機関ではあるが強制力がない、どちらかというとサークルに近いようなものなんですね。同好会やサークルみたいなもの。そしてさらにそれ以外にも国連の外郭的にですね、国連条約に基づくなんとか委員会というのがあるわけですね。これもなんとか条約があってそこから作られた委員会ですけれども、これも強制力を持つものでは基本的にはないわけです。そして国連の中で唯一、軍事オプション等も含むいわゆる制裁まで含んだ、委員会、力を持つ委員会というのは国連安全保障理事会、いわゆる安保理だけなんですね。この安全保障理事会の決定に基づき、いわゆる戦争当事国に対して国連軍という形で参戦したりとかですね、国際的な制裁を加えたりすることができるわけです。で、今回のこの共謀罪の問題なんですけれども、正しくはテロ等準備罪の問題なんですけれども、そんな中でですね、よくですねパレルモ条約は
テロを含まないというようなことを言う人がいますが、これは間違いなんですね。パレルモ条約はテロだけを対象としたものではないが正しいわけで、なぜかというとですね、この、もともとこのパレルモ条約が作られたのは2000年の12月なんです。この時点では国際的な大規模テロは起きておりませんでした。その翌年、2011年の9月、いわゆる911、アメリカ同時多発テロ事件が起きました。この際にですね、国連の中ではどういう形でこのテロと戦うかというのを決める話し合いが行われたわけです。で、安全保障理事会も招集されました。そしてこの際にですね、このパレルモ条約をベースにテロとの戦いを国際社会でやっていきましょうということが決められて、FATF という緊急作業部会という、これ OECD 国連などが加盟する別組織なんですが、ここに取り締まりとチェックをする機能を与えたんです。ですから共謀罪と言われるパレルモ条約、ごめんなさい、パレルモ条約のに国連安保理決議の、が加えられて、取り締まりのための機関が FATF という形で作られたと。この FATF というのは国連に加盟するすべての国がその国、テロとの戦いに対する防止のための努力をしているかチェックする機能を有しているわけですね。例えばテロリストに資金を提供したり、テロリストに場所を提供したり、テロリストをちゃんと取り締まるための法律があるかチェックしたりという形で、この FATF がそれぞれの国をチェックする。そしてこれが守られていない国に対してハイリスク国という指定をすることができるわけです。そしてですね、このハイリスク国というものの指定を受けた場合どうなるかといえば、いわゆるアメリカが構築している国際金融のネットワーク、ここに接続できなくなります。つまり日本人や日本企業などがドルで資金を調達できなくなってしまうわけです。そしてもう一つ、渡航に制限がかかります。今日本人っていうのはほとんどの国ノービザで簡単に観光に行ける、これは国の信用によるものなんですけれども、これがいわゆるノービザ渡航が全てできなくなります。わざわざ海外に行くのにビザを取って許可を得ない限り、それぞれの国に渡れないということになります。で、ビザを取れるかどうかも相手国次第。つまりですね、このFATFのハイリスク国指定を受けると、旅行もできなくなれば、海外での活動もできなくなれば、ドルが調達できなくなる。日本の食料自給率は4割程度、エネルギーに関しては 98% 近く海外に頼ってますから、ドル決済ができないということは石油が入ってこなくなり、電気がつかなくなり、医療制度も全部崩壊し、いわゆる食べ物もなくなり、国民が死ぬということになるわけですね。この共謀罪を成立させないといけませんよということを2014年、対日調査報告書という形で FATF の方からすでに勧告を受けているわけですね。ですから早い段階でこれを全て成立させる必要があるというのが今の政府の立場であり、日本人として普通に考えれば当たり前の話ということになるわけです。しかしですね、これに対して相変わらず強硬に反対している人たちがいるわけですね。なぜ反対するか、単純に考えればですね、これが成立すると困る人たちということになるんでしょう。今世界ではですね、国際的なテロ指定のガイドラインっていうのを作ろうとしています。こういう条件に当てはまったものをテロリストとして国際社会で指定していきましょう、そしてお互いに共有していきましょうということを始めているわけですね。で、現在までのところこれに該当するのはアメリカの SDN リスト、制裁リストに入っているヤクザやその関係者のみなんですけれども、これにですね、現在破壊活動防止法に基づく要監視団体、いわゆる中核派、角丸派やですね、極左極右と言われるような団体、オウムなども今後含まれる可能性が高いわけです。いわゆる国際テロのガイドラインに当てはめると、破防法による要監視団体はテロリストと認められる可能性が高く、パレルモ条約、いわゆるこの共謀罪とパレルモ条約はその前提になるものでもあるから
ということになるわけです。組織犯罪に関する、条約に入れない。で、このパレルモ条約に加盟していない国、つまり共謀罪がない国というのは、国と地域ですね、厳密に言うと、なんと11しかございません。世界187の国と地域で共謀罪に該当する法律があるということなんです。そして残されている国というのはですね、イラン、ブータン、パラオ、ソロモン諸島、ツバル、フィジー、パプアニューギニア、ソマリア、コンゴ共和国、南スーダンの11しかございませんで、この中からですね、例えば大英連邦、米連邦諸国というものを除くと、イラン、ブータン、ソマリア、コンゴ共和国、南スーダンという形になってくるわけですね。で、この5カ国の中でいわゆる軍事的集団的自衛権のない国ということを考えますと、イラン、ソマリア、コンゴ共和国、南スーダンといういわゆるもう完全に統治機構が崩壊した国というしかないということなんですね。そういうことでですね、この4カ国を私はツイッターで今アンケート機能というのがついておりまして、ツイッターアンケートを取ってみました。どこが望ましいのか。そうしてましたところですね、3万近い投票をいただきまして、出た答えというのがですね、皆さんが考える一番望ましい地域というのが南スーダンということになったわけです。亡命先を考えなくちゃいけないということですが、相手国が亡命を認めてくれるかというのはまた別の話ではございますけれども、この4カ国の以外の国では、全て共謀罪があるので、彼が望む場所というのはその4カ国しかないと、それも全てが統治が崩壊しているような地域しかないということなんですよね。で、この共謀罪にあたっては国連の方から来ましたというような人がたくさん出てきておりまして、国連のなんとか特別報告者とかいう人が出てきました。この国連の特別報告者というのはどういう人かといえばですね、国連から個人の資格で調査をする権限が与えられているだけの人なんですね。いわゆる国連の総意ではなく、あくまでも個人の資格、そして、調査をする資格を与えられているだけであって、この調査をする資格を、内政干渉に利用しようとしている人たちがいるというのが大きな問題なわけです。一部新聞などはこれが国連の総意である、国連がこんなふうに言っているっていうような、論調で書いていますけれども、これはあくまでも一人の意見でしかありません。諸島、ツバル、フィジー、パプアニューギニア、ソマリア、コンゴ共和国、南スーダンの11しかございませんで、この中からですね、例えば大英連邦、米連邦諸国というものを除くと、イラン、ブータン、ソマリア、コンゴ共和国、南スーダンという形になってくるわけですね。で、この5カ国の中でいわゆる軍事的集団的自衛権のない国ということを考えますと、イラン、ソマリア、コンゴ共和国、南スーダンといういわゆるもう完全に統治機構が崩壊した国というしかないということなんですね。そういうことでですね、この4カ国を私はツイッターで今アンケート機能というのがついておりまして、ツイッターアンケートを取ってみました。どこが望ましいのか。そうしてましたところですね、3万近い投票をいただきまして、出た答えというのがですね、皆さんが考える一番望ましい地域というのが南スーダンということになったわけです。亡命先を考えなくちゃいけないということですが、相手国が亡命を認めてくれるかというのはまた別の話ではございますけれども、この4カ国の以外の国では、全て共謀罪があるので、彼が望む場所というのはその4カ国しかないと、それも全てが統治が崩壊しているような地域しかないということなんですよね。で、この共謀罪にあたっては国連の方から来ましたというような人がたくさん出てきておりまして、国連のなんとか特別報告者とかいう人が出てきました。
この国連の特別報告者というのはどういう人かといえばですね、国連から個人の資格で調査をする権限が与えられているだけの人なんですね。いわゆる国連の総意ではなく、あくまでも個人の資格、そして、調査をする資格を与えられているだけであって、この調査をする資格を、内政干渉に利用しようとしている人たちがいるというのが大きな問題なわけです。一部新聞などはこれが国連の総意である、国連がこんなふうに言っているっていうような、論調で書いていますけれども、これはあくまでも一人の意見でしかありません。このような手口がですね、これまでもたくさん使われてまいりました。慰安婦問題などもそうなんですけれども、基本的に国連の中で国連の正式な機関、いわゆるある程度の強制力を持つ機関というのは理事会のみです。ですから国連なんとかなんとか理事会とついていないものは、あくまでも国連の機関ではあるが強制力がない、まあどちらかというとサークルに近いようなものなんですね、同好会や、そういうことでですね、この4カ国を私はツイッターで今アンケート機能というのがついておりまして、ツイッターアンケートを取ってみました。どこが望ましいのか。そうしましたところですね、3万近い投票をいただきまして、出た答えというのがですね、皆さんが考える一番望ましい地域というのが南スーダンということになったわけです。亡命先を考えなくちゃいけないということですが、相手国が亡命を認めてくれるかというのはまた別の話ではございますけれども、この4カ国の以外の国では、全て共謀罪があるので、彼が望む場所というのはその4カ国しかないと、それも全てが統治が崩壊しているような地域しかないということなんですよね。で、この共謀罪にあたっては国連の方から来ましたというような人がたくさん出てきておりまして、国連のなんとか特別報告者とかいう人が出てきました。この国連の特別報告者というのはどういう人かといえばですね、国連から個人の資格で調査をする権限が与えられているだけの人なんですね。いわゆる国連の総意ではなく、あくまでも個人の資格、そして、調査をする資格を与えられているだけであって、この調査をする資格を、内政干渉に利用しようとしている人たちがいるというのが大きな問題なわけです。一部新聞などはこれが国連の総意である、国連がこんなふうに言っているっていうような、論調で書いていますけれども、これはあくまでも一人の意見でしかありません。このような手口がですね、これまでもたくさん使われてまいりました。慰安婦問題などもそうなんですけれども、基本的に国連の中で国連の正式な機関、いわゆるある程度の強制力を持つ機関というのは理事会のみです。ですから国連なんとかなんとか理事会とついていないものは、あくまでも国連の機関ではあるが強制力がない、まあどちらかというとサークルに近いようなものなんですね、同好会やサークルみたいなもの。そしてさらにそれ以外にも国連の外郭的にですね、国連条約に基づくなんとか委員会というのがあるわけですね。これもなんとか条約があって、そこから作られた委員会ですけれども、これも強制力を持つものでは基本的にはないわけです。そして国連の中で唯一、軍事オプション等も含む、いわゆる制裁まで含んだ、委員会、力を持つ委員会というのは国連安全保障理事会、いわゆる安保理だけなんですね。この安全保障理事会の決定に基づき、いわゆる戦争当事国に対して国連軍という形で参戦したりとかですね、国際的な制裁